皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月光です今日はですね大いなる女装の紹介をしたいと思います筒井足孝先生 SF 作家です。この方ね文学賞の、えっと、直木賞に何回も候補になってるんですが結局取れなくってそれで怒りに任せで書いたのがこの大いなる助走だって言われてます大いなる助走ってどういう意味かっていうとね作家になるまでに努力してる間っていうのは作家の助走期間であってその助走期間がすっごい長いから大いなる助走なんだそうです,で内容はです、ね直 工夫がなんんか難しい字なんですよおき賞をモデルにしてるんですけれども、なお賞にノミネートされた作家が受賞しようとして、ーサーをする話です。筒井先生ってね、割とこう、なんて言えばいいのかな、スラップスティックって言えばいいのかな、ちょっと毒のある小説を書かはることが多くって、なおき賞を取るために、 じゃあ、ごめん、間違えた。ナオクショを取るために、ジタバタドタバタしはるね。話ね。これがね、むっちゃ面白いんですよ。<laughs> この主人公の一谷京授っていう人はですね、同人誌に小説を載せたら、それがですね、文学界。 あの文学界の会は海なんですよ。文学、文学の海って書いうて、文学界。なんかあの似たような文芸誌がありますけれども、まあ,あの、それは気にせえへんことにしましょう。いまだに文学界はありますけど、それはちょっと気にしないで。で、文学界に掲載されて、それがですね、面白いって言われて、なんか直木賞じゃない、直木賞の、えっと、候補になります。 ところがですね、その内容がですね、企業小説で自分の体験とかを元に書いてるんで、それがですね、会社首になっちゃうんですよ。 ね、そうなるともう、この、ナオクショーを取らへんことには、やっていけない。もう会社首になってますからね。で、無職になるか、作家になるかの、どちらかしかないんですよ。だからですね、一生懸命ね、あの、頑張るんですよ。で、同人誌から文学界に掲載されてっていうのが、ちょっとピンとこないと思うんですけれども、昔はね、ファンン同人誌っていうのが、アマチュアのトレーニングシステムとして機能してたんですよ。今でいう小説家になろうみたいな感じですね。あの 同人誌に載せたらそれを編集者が読んでよかったら商業誌に載せてその商業誌から直木賞のノミネートっていうのが昔はほんまにあったんですねでですね直木賞取らなあかんって言うんで選考委員にお金配ったりとかね女好きの委員には自分の恋人をなんていうのかなあっと斡旋せんしてで男色家の委員には自分の体を差し出すんですよでね 便秘が治るかもしれないしって言ってはるんですよ。<laughs> で、ふふっと笑っちゃいましたけど、私。ね、ここまでしたので、絶対もう受賞確実っていう風になったんですよ。ところがですね、あの、選考委員はね、いろいろね、結局、この小説を不採用にしてしまうんですよ。推薦作変更してしまうんですね。自分で読まずに、師匠みたいな人に読ませて、話の内容だけを聞いて、選考に行かはる有名作家とか、結構俗っぽいのがいっぱい出てきます 先行委員みんな俗っぽいのでね彼女は犬の目をしていたっていう文章をですねうっかり自分の小説に書いちゃったんですよこの一谷が書いた小説を直,直樹賞じゃない直木書あげてしまって有名になると自分の小説が真似してる真似したつもりはないけれども同じ文章を書いてしまってるんでやばいとか言ってねみんなねあのいろんな理由をつけて結局不採用にしてしまうんですよ会議は踊るんですよでこの会議のその受賞の会議がすーごい面白いんですよ 選考会議がね、むっちゃ面白いんです。ほんま面白いんですよ。でね、あのー、結局ね、オール読み物じゃなくて、フール読み物っていう雑誌にね、選票っていうか、寸票が載るんですが、それを読んで、一谷はですね、向かってくるんですよ。腹立つんですよ、ほんまに。なんかそういう向かってくるような、その選票ばっかりだったんですよ。で、何をやったかっていうとね、この市谷はですね、選考委員を殺して回るんですよ。 でねこれ映画館もされてるんですけど映画館の方がですねあの私映画の方も見てるんですねで映画館の時のねそのラストが面白かったんですね千谷が先行員を殺して回ってるっていうのが分かってその報道がされますそうすると編集者がですね あの、う谷が前に持ってきた小説、どっかにあるはずや。どうしたっけあれ、あれがあったら、今おったらお金になるぞベストじゃド間違いないぞうはうはやー言うて、そのう谷が前にね、送りつけてきて、で、それね、あんた、直木賞落ちたから、直木賞じゃ直木賞落ちたから、そんなん出すわけないやないかほうみたいなこと言って切った。電話を切らはったんですよね。それをですね、探さはるんですよ。でね、倉庫にそういうね、原稿のゴミ捨て場みたいなのがあって、そこに行ったんですけど、探したんですけど、 ないんですね実はそのちょっと前にミニシャベルカーが来て原稿をねゴミに出してたの。で最後その編集者がせっかくのベストセラーがパーになってしもた言うてねショック受けて座り込んではるシーンで映画の方は終わります。映画の方もね面白かったんですよ。映画の方はですねあのー、佐藤浩市が主演やったんですけれどもなんか佐藤浩市って真面目っぽいっていうか思い詰めるところみたいなのがすごいなんかうまいことを演じてはってうんなるほどと思います ました,ね、ただねこの映画館の方は文学賞殺人事件になってしまっててちょっとネタバレタイトルでネタバレしています <laughs> でねあののの大いいなる女っていうのは実は実この 一谷が最後に書く小説の選考委員殺す前に書いて編集部に送りつけて編集部がゴミにしてしまったやつなんですがそれが大いなる女装で選考の舞台裏みたいなのを茶化した状態で書いてあってこの小説はあくまでもフィクションですみたいな感じの小説なんですよこれねすっごい面白いんで小説家になりたい方は一度読まはったらいいと思います まあほんまになんか有名作家たち俗物やし編集者はずるいしだってね「ナオクショー」にノミネートされた時はすごい喜んでね「先生先生」言ってはったのが「ナオクショー落ちた途端にあんたの小説なんか誰が読むか」みたいなこと言うてね「お前はゴミだ」みたいなことで暴言吐かはるんですよ。ほんまに まああの今時代が変わってますこれ書かれたのは1977年今から46年前ですもう昔やから今はそんなことないですよ 私は言っときたいと思いいます。わからん。<laughs> いや、選考委員したことは私2回だけあんねんけど、2回とも私1人しかいんで、私地方文学省の選考委員、あと美少女文庫の選考委員1回したことがあるんですよ。でも、あの、両方とも選考委員は私1人しかいなかったんで、選考会議とか知らんし、あの、まあ、今はそういうことはないというふうに思いたいですね。<laughs> あるのかなわからへん。<laughs> とにかくね、作家になりたいな特に一般で小説家、一般の小説家になりたいなと思ってはる人はいっぺん読まはってもいいんちゃうかなもうこんな昔に46年前にこんな小説家から出たのかってなんか多分笑う<笑>,笑いますでねあの、モデルにされた選考委員が「あの連載をやめさせろ」ってね「文藝春秋」の編集部に怒鳴り込んできたとかねそういうエピソードがあります <laughs> まああの筒井康隆先生はもし直木賞をもらっていたら作家としての成長が止まっていただろうということはほぼ明確なのでむしろもらわなかったことを感謝しているとかって言ってはりますけれども多分やっぱり恨みつららみで書いてはるんちゃうかなと思いますねまあ呼んで笑ってみてくださいほなねおおきに入りまたねバイバーイ